お疲れ様です、吉さん結構ね、あのー、令和新選組と山太郎さんの動画をやっていくと、いや、面白いんですよ。面白いし、確かにそうだよなーって共感することがね、結構あってね、で、動画出すんですけども、まあ、動画を出している関係で、令和新選組から公認受けて、えー、国政制、なんかね、国政に出ないんですかみたいなこともあったりとかしてね、まあ、ちょっとその気にもなったりもするんですよ。まあ、でもね、自由な時間と、 まあ、ある程度のお金を手にしたらそこでね国会議員としての仕事をするっていう発想もないでもないんですけどもそうなるとどっちかっついうと自由はなくなるんですよね、うん、でもすごくいい仕事だと思いますし、うん、国会議員としてねもし何かできるとしたらこんなチャンスはないなとは思うんですよ、うん、ただま当たり前ですけども私の YouTuber も使えなくなりますね色々と攻めてる動画ありますんでね <laughs> うん、であと国会議員としての何品位品格が求められるでしょう私にはそういうのないですからね、うん、だからいい子ちゃんにならないといけないのかなと思ったら「隠、ま、居、あ、TV」もその時は終わってしまうかなとあと即下塾なんてのやってたらねまたねやり玉にあげられそうなんでなんか「インチキ工学塾を売ってる人が国会議員になりました」とか言ってね何がインチキやみたいなところもあるんですけどねあとね今日嬉しいことがあって久々にあのー 塾生さんががね戻っってきたことがあってでその方はいろんな塾あちこちつまんで出ていったみたいな感じだったんですけども結局は最後に速下塾だっていうことで思い直して戻ってきてくれたんですよねだから継続して活動するっていうことは再会があるってことなんでしょうね嬉しいなと思います。はいいじゃゃあっってらっしゃい